円安が進めばレギュラーがリッター200円を超える可能性も世界的なインフレ、ロシアのウクライナ侵攻などよって原油価格が高止まりしています。また日本固有の問題として円安もありガソリン価格をさらに押し上げています。こうした状況では地方などでは必種の移動手段である車が高コストになってしまいます。 その対策として日本政府は通称ガソリン補助金を元売り各社に支給してきました。このおかげでレギュラーガソリンの価格はリッターあたり160円台に止まっています。補助金がなかったら最高値では200円を大きく超えていたことを思うとドライバーにとってはありがたい補助金だったと言えます。 だったと過去形にしたのは、このガソリン補助金が2023年6月より段階的に縮小。9月には終了するという方針が発表されているからです。このまま円安が進めば、レギュラーガソリンがリッター220円など、という時代がやってくるかもしれません。プリウスと松田さんで燃費を比較。 いずれにしても燃料代を抑えることは、ドライバーの自己防衛手段となります。そこで、もし新車を買うなら、どんなパワートレインを選ぶといいのかを考えてみましょう。日本で買える新車として考えうるパワートレインの選択肢は、バッテリー EV を除くと大きく4タイプに分類できそうです。1、ガソリンエンジン。 マイルドハイブリッド含む。2、ディーゼルエンジン、マイルドハイブリッド含む。3、ガソリンエンジンプラスストロングハイブリッド。4、ガソリンエンジンプラスプラグインハイブリッド。ただ、これら4種類のパワートレインがすべて、選べる市販モデルは日本では見当たりません。そのため同じモデル、車体、でパワートレインの違いによる。 ランニングコストを比較するのは困難です。そこで国産 C セグメントの代表的なモデルのカタログ燃費 WLTC モードからどのパワートレインがランニングコスト的に有利なのかを試算してみることにしましょう。サンプルとしてチョイスしたのは 2.0L ガソリンエンジンマイルドハイブリッドと 1.8L ディーゼルエンジンを積むマツダ 32.0L ハイブリッドとプラグインハイブリッドを用意するプリウスです燃料価格は資源エネルギー庁の発表値をもとに補助金がなかった場合の末端価格を参考にしようと思います調査時点6月上旬分の数値を見ると補助金がない場合のレギュラーガソリンは 182円 L、ディーゼル燃料、軽油、が162円 L でした。プラグインハイブリッドの場合は燃料代の他に電気代もかかってきます。ご存知のように電気料金も上がっていますが、こちらは東京電力の重量電灯契約の中間値である。36.6円、キロワットを参考にして試算します。近距離メインはフェ 長距離メインはハイブリッドが安い。では、サンプルに選んだ各モデルの WLTC モード燃費と車両価格を、車両価格の安い順に列記してみましょう。なお、今回は基本的に FWD モデルの数値を参考にします。1位、松田さん、ガソリンエンジン、パイプ 16.4km、L パイプ2593,800円。 2位、松田さんディーゼルエンジン、パイプ 21.2km、L パイプ2868,800万 8, 円。3位、プリウス、ガソリンハイブリッド、パイプ 28.6km、L パイプ320万円。4位、プリウス、プラグインハイブリッド、パイプ 26.0km、L パイプ460万円。 EV 走行距離 87km WLTC モード電費7 4 6 k m ットそれぞれ 100km を走行した場合のランニングコストは次のようになります1イップリウスプラグインハイブリッドパイプ518円電気代427円プラスガソリン代91円2イップリウスガソリンハイブリッド パイプ636円。3位、松田さん、ディーゼルエンジン、パイプ764円。4位、松田さん、ガソリンエンジン、パイプ1110円。税制による違いもありますが、燃料と電気のランニングコストを比べると、どうしても電気が有利となるため、プラグインハイブリッドは、 満充電で走行できる比率が高いほど有利になりがちです。では、一気に 500km を走るという条件にするとどうなるでしょうか。1イップリウス、ガソリンハイブリッド、パイプ3180円。2イップリウス、プラグインハイブリッド、パイプ3318円。電気代427円、ガソリン代2891円。 3位、松田さん、ディーゼルエンジン、パイプ3820円。4位、松田さん、ガソリンエンジン、パイプ5550円。このようにガソリンハイブリッドのランニングコストが最も安いという計算結果になります。ランニングコストだけを考えると、近距離ユースがメインという方はプラグインハイブリッドが有利で、 長距離を走ることが多いのであればガソリンハイブリッドを選ぶべきとなりそうですが、そうは問屋が下ろしません。車両の価格差は燃費の良さで取り返せないこともある。ランニングコストだけに注目してしまうと、車両価格を含めたユーザー負担の大きさが見えなくなってしまいます。今回の比較で言えば、プリウスのガソリンハイブリッドは、 マツダさんのディーゼルエンジンより33万1200円も高くなっています。異なるモデルなので単純比較をするのはナンセンスでもあるのですがガソリンハイブリッドのプリウスとディーゼルエンジンのマツダさんの燃料コスト差は1 0 0トルあたり128円なので単純に燃料代の違いで車両価格差を埋めるには およそ26万キロメートルを走る必要があるとも言えます。同じことを松田さんのガソリンエンジンとディーゼルエンジンでも比較してみましょう。車両価格差は27万5千円で、100キロメートルあたりの燃料コスト差は346円です。計算すると約8万キロメートルを走ると車両価格差が埋まることになります。 平均的なユーザーでは8万キロメートルを走るのに10年以上かかるかもしれませんが、ロングドライブ派であれば数年で元が取れると感じるかもしれません。まとめると、ガソリン補助金が終了した後のランニングコストは、車両価格を無視して考えると、プラグインハイブリッドが最も有利となります。 今回は燃料価格を軸にしたので EV は試算していませんが近距離ユースであれば EV の方がローコストで走行できると考えることもできます一方長距離を走ることの多いユーザーが車両価格も含めて考えるとディーゼルエンジンを選ぶことが最もランニングコストを抑えられるケースも出てきますいずれにしても 答えは一つではありません。カタログスペックなどを参考に自分自身の使い方においてパワートレインごとのランニングコストと車両価格の関係を試算してみることが大切です。